はようございます。今日よろしくお願いします。お願いします。でもさっきは半分だったんですけど、今回皆さん水つけて開くところまで午前中で終わらせてもらいます。自分が保育園に通ってた時から思ってたんですよ。保育について勉強できるのかなと思って、福祉課に通ったんですよ。で、まあ、保育のことできるかなと思ったら、介護とか看護とか、そっち系だったんですよ。あー、なるほどね。なんかあれちょっと違うかもって思ったんですけど、でもなんか実習行ったりとか、最後卒業の時にはその介護福祉士の試験を受けられる。
関原さんだったりとか多分あ上 の, その伊藤さんとかに、うん、あの子をうちに来させて来てほしいって言ってくれて、後ろの伊藤さんから、うん、カオルブさんなんか今日見学来たのにもう来てほしいってデイの方からすごい言われてるよって言ってくれて、うんうんうん、まあ、そう言われたらね入るしかないじゃないですか。だから私ここしか見ずにそうあそこに行きますって決めたんです。本日もですね、新宿のデータベースセンターご利用いただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます。帰りなさい。なんだかんだで一番向いてる仕事なのかなって、この半年やってみて、はい、まだ半年も経ってない、4ヶ月しか経ってないんですけどね。あ、そっか。利用者さんとかは関わっていく中で、うん、なんか楽しいしやりがいもすごい感じる仕事だなって思うんで、うん、そうなんだね。もう一回選ぶとしてもきっと自分には介護職が合ってるなと思って介護職を選ぶと、私よりも大先輩じゃないですか、うん、でその方 の, その話を聞いてたりと か,、うん、なんか昔の話だったり、やっぱ人生経験を積んでるからこそ知れるものがあったりとかして、なんかやっぱり利用者さんと関わってる時が一番楽しいですね。そうなんだ。もうどこがとかっていうよりも本当に話して普通に話してたり一緒に過ごしてる時間自体がもう楽しい。そうですね。なんか何かしてるとか、うんうん、解除してるとか、うん、お風呂解除してるとかじゃなくて、そう、あ、やっぱ一緒に話したり、そっか、一緒にいる時間だったりとか、やっぱ笑わせてくれることが多くて、うん、なるほどね。面白いですね。やっぱコーヒーの業者さんの感じだと、お疲れ様でした。よし。寝らせてる、寝らせてる。お疲れ様でした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 。お疲れ様です。